はい、どうもこんにちは、ジーです。ということで今日はですね、上沢投手を使ってみようかなと思うんですが、去年ですかね、A ランクの上沢投手を VIP さんが使っていて一緒に検証したんですが、 S ランクはまた一味違うというか、変化球のキレもそうですし、もちろんスピリッツが高いんで、ランク戦大会ともにかなり最強格に入るんじゃないかなと思っています。この前の大会でも何回か対戦したんですが、この上からでも変化量が変わらないフォークとツーシームの見極めが、まあ、死ぬほど難しかったです。これ多分なんですけど、まずフォークの回転量が多いのと、ツーシームが球威 F なんで結構ヌルヌルなんですよね。なんで結構見極めがつきにくくて、まあ、その2つの効果のおかげでかなり強い球種になっているんじゃないかなと思います。はい、で見た目的にはまずフォークがこんな感じで、どこから投げても変化量が変わらなくて、で投げてみるとこんな感じですね。そしてツーシームがこんな感じです。あんまりこう投げてみても変化はない感じかなと思います。でそれに加えてナックルカーブとスラカットもあるんで、やっぱり全体的には大会向きの投手なのかなと思います。そして日ハム純正の先発がこんな感じですね。もう完全体に近いっていう感じで、まあ、吉川投手もめちゃめちゃ強いですし、先発以外はまだ育成が進んではいないんですが、5人全員抜け目なく先発でやっていける感じになるかなと思います。さあ行きますか。今日は純正でやっていこうと思います。結構ランク戦だとですね、配球が難しいかなと思うんですが、とりあえずこのインハイに、フォークとツーシーム、まあ、めちゃめちゃ投げてみようかなと思います。でフォーク投げて、こういう中途半端な場所のフォークもですね、結構僕は強いと思います。オッケーオッケー。でボール球のツーシームも見せていきながらですね、もう一回行きますか。もう一回同じとこにツーシーム投げてみて、あ入っちゃったかな今のアウトですね。でもう一回ツーシームなんですけど、ここら辺のツーシーム、まあ、入れていくのもありかなと思います。基本的にやっぱ上からですね、上から落とすのを基本にするっていう感じだと思います。 OK、 いいですね。まあ狙われるのは割と、ツーシームかなと思うんで、まあ、ナックルカーブも投げつつですね、僕は最近こういう使い方します。まあ見せ球ですね。でまあスライダーインローに、こういうのもまあ大事ですね。オーケーオーケー。でボール球でしょう、ツーシームでいきましょう。いやランク戦だと結構バレてんのかな、どうなんだろう。ちょっともう一回スライダーでいきましょう。どうなんだろう、うん、そしたらツーシーム狙われてそうなんでフォークでいきます。どうだろう、おーおーおー、見てきたか、なるほどね。あ見られると結構難しいんですけど、フォークで落としていく。あー当たってないっすね。オッケーオッケー、ナイス。まあ本当あんな感じですね。大会だとですね、あれをされるとマジで見極めがつかないんですけど、まあランク戦だとちょっと見えちゃうかなっていう感じがしました。ただでも強いです。さあ行きましょう。1番西川さんですね。最近ね、視聴者さんに西川さんめっちゃ使ってくれっていう声があってですね、はい、使いました。1番西川さんです。まあ純正の時かな、使うのは最近は。はい、で、ピッチャーが岩貞投手か。ツーシーム、やべえ、わかんねえ。カット、待って待って待って、ツーシーム、オッケー、カーブ、スライブ、オッケー。うわやばい、抜けなかった。王さんか。まあ打ち方的には悪くなかったんですけど、もったいない。さあ2番太田大志選手です。いいね、純正ちょっと気合入りますね。やっぱりツーシーム、スライブあたりですね、狙うのは。はい、ちょっと岩貞投手使い慣れてそうな感じがすごいする。ボール先行です。カーブ、カーブも使うのか。ここを入れてきたら打ちに行きます。4球目、うわセンター、よしナイスバッテン。さあ大谷選手、いいね。やっぱ3番に置くのが僕は好きだな、大谷投手は。投手じゃねえや、打者だ。はい、さあツーシーム、スラーブ、もちろんツーランですよ、狙っていくのは。いやー完璧だ流した。いやー今ちょっと意識的に流してみました。珍しくないですか、僕があんな綺麗に流すの。わー気持ちいい、ワカブで翔さんはやっぱ引っ張っていくっていう感じ。あー嫉妬打っちゃいました。まあいっか、ナイスバッティング、ツーベース、ガッツいきましょう。5番ガッツですからね、ほんとクリーンアップはまあ抜け目ないかなっていう感じです。ツーシーム来ないかな、来たけどボール球でした。うわーさあ新庄さん、ちょっとねガチオーダーから新庄さんは外れてしまってるんですが、純正ではねもちろん使えますよ。いいね、スラーブフォーク、ツーシームがあるから。あすごい、リップしちゃった。さあスリーボール入れてくんのか、フォーク、うわーちょっとなー、こすっちゃった感じ、ミスりましたね。さあとりあえずまあいいか、噂を通し見れるんで、はい行きましょう。
5点入んなくてラッキーっていう感じでしたね。はい、うわっとやばい、綺麗に当たった。あーそこのフォークちょっと危ないな。フォーク狙ってんのかな。であればまあすごい単純な考え方なんですけど、別にツーシームも入れていくと。でスライダー入れていきます。やべえ、見えるよな、入れていったらダメだな、やっぱあそこ。あーどうしてもランク戦の配球が難しい。マジで大会の配球ならね任してっていう感じなんですよ。みんなに教えますよって感じなんですけど、ランク戦はな抑えられないんだよな、どうしても。まあみんな同じかそこは。はい、やべ入んなかった。ツーシーム、ちょっとすげえ中途半端な場所にツーシーム。あ、逆にこういうツーシームがあるから、こういうフォークも使えますよね。ギリギリボール球のフォークもいいと思う。まあ、回転量が多いから意外と振ってくれる人もまあ多いかなとは思います。ストレートの存在忘れてた。いきましょう。ここでやばい、アウトアウトアウト。あー西川さんポロった、マジか。アウトコースもやっぱ使わないといけないですね。はい、うん、アウトコースは基本的に本当強いんで、ただね打率によると思います。3割から4割ぐらいの方に、アウトコース攻めすると打たれるなってイメージがあるんで、まあ猛者であればあるほどアウトコースは通用するかなっていう感じです。だからここがちょっと危ないかもしれないな。まあでもその猛者はですね流すのがうまいんで、またちょっと話は違うんですけど、うん、まあでも僕のイメージではそんな感じかなっていう感じです。あ、やば、満塁だ。抜けフォークあたりの真ん中から投げてもありかな。うん、とりあえずワンアウト。怖いんだよなこの満塁。ここのツーシームどうだ。よし助かった、フォークじゃなくて正解でしたね。でまあ2アウトまで追い込んではいるんですけど、入れていくか入んないか。入った入った。まあいろんな球種使っていくか、動画だし。よっしゃ、やべ落ちねえ、うわ落ちた、間違った落ちた。いやーあの中途半端な感じで落ちちゃうか。やっぱツーシーム F ならここら辺のツーシームかな。うーん、やべえ。そうか、ランク戦だとそんなに見えちゃうか、ツーシームフォーク。いやマジでね、大会だったら見えないんですよこれ。マジで見えないんですけど、ダメだなランク戦。配球や別に悪くないかなと思うんですけどね、そんなに。ちょっとここ打たしに行きますか、スライダーで。このスライダーがあるっていうだけでもねやっぱ全然違うんですよ、こういう使い方ができるんで。はい、あーきつかった、行きましょう。1点負けてんのか。 OK、 金子誠さんからよいしょ。同点じゃねえかこれ、やったナイスバッテン、いいね。さあ健介さん、ミートの鬼、ちょっとミート上がんなかったですけど、山岡投手、さあミートの鬼発揮してます。ミート97えぐいです。で、変化でマイナス1かなですよ、今表示ありましたね、マイナス1ですね。 OK、 純正のねスピ暴力なんで今完全に。まずはここで出塁、よいしょ。いやーいいね、健介さん打ちやすい普通に。ミートがでかいとねやっぱいいですよね。さあ鶴岡さん、鶴岡さんで前動画でホームラン打ちましたよね確か。ドロップカーブがちょっとね打ち上げちゃいそうなんで、そこだけ気をつけていこうかなと思います。変化量マイナス1なんで。 OK、 今のは通常だと普通に入ってくるスラーブですね。おっしゃフォアボール。さあ西川さんで決めるか。西川さんで決めるのはちょっと嬉しいぞ。ストレートかな、一応貼っておきますか。はい、いや純正のスピリッツやっぱえぐいっすね。3859。縦スラー入れてくんのかな、どうだろう。まあ全球種張る感じで、うわそっか、そこの縦カットはちょっと反応しきれなかったです。ちょっとね新シーズン始まってからあんまり打ててないなっていう感じなんですよね。ガンガン打ててる試合っていうのがあんまりないんですよね。よっしゃこの決め方最強でした、ありがとうございました。めちゃめちゃ気持ちよかったです最後。やばいですね、